慶光天皇、山辺道場両廃所渋谷公山古墳は、奈良県天理市渋谷町にある古墳。形状は、前方公園墳、柳本古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により、山辺道場両として、第十二代、慶光天皇の御捧ぎに地上されている。全国では、 第8位の規模の古墳で4世紀後半頃の築造と推定される。奈良盆地東園、竜王山から西に伸びる尾根筋の傾斜変換点に築造された巨大前方公園墳である。公園部の先端を山辺の道が通り、安頓山古墳にかけて上り坂の石畳の古道が多く残されている。現在は宮内町事情の天皇陵として道庁の管理下にあるが、 1971年以降に、宮内庁所領部による数字の調査が実施されているほか、2016年に、学会と地理調査が実施されている。噴景は、前方後円形で、前方部を正方に向ける。噴球は、公園部で4段築成、前方部で3段築成。噴球長は300メートルを測るが、これは、全国では、第8位。 奈良県では五条や丸山古墳に次ぐ第2位柳本古墳群では最大の規模になる。墳丘周囲には集合が巡らされているほか、倍長的性格を持つ古墳数期の築造も認められる。出土品としては、遠藤には継承萩和のほか、江戸時代に出土したと伝わる石枕等がある。この渋谷高山古墳は、出土萩和から、 古墳時代前期後半の4世紀後半頃の築造と推定される。柳本古墳群では安藤山古墳に続く時期の築造で古墳時代前期の古墳としては全国で最大規模になり、また安藤山古墳と共に初期大和王権の大王母と目される。被装者は明らかでないが、現在は宮内庁により第12代慶光天皇の御捧ぎに事情されている。 渋谷高山古墳の航空写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成 3DCG で描画した渋谷高山古墳古墳の規模は次の通り墳丘の断築は公園部前方部で連続するほか公園部南側裾では作り出場の施設が認められる前方部には幕末の収む料以前に 阿弥陀堂、観音堂があったため、紛糾には大きな改変が認められる。紛糾周囲には集合が巡らされており、この集合は公園部側6カ所、前方部側4カ所で渡り包みによって区切られる。そのうち前方部側では近世に農業用ため池として拡張を受けたとされるが、公園部側は築造当初の形状とされる。 電子部屋高山古墳出土石枕関西大学博物館展示渋谷高山古墳からの出土品としては宮内庁所領部の調査の際に出土した円筒派には継承埴輪があるまた本古墳からの出土品と伝承されるものとして石枕が知られるこの石枕は現時元年に出土したものというが経緯等の詳細は明らかでない壁玉製で 重さ 24kg を測り、外縁、側面には宣告が施されている。1961年に国の重要文化財に指定され、現在は関西大学博物館に所蔵されている。その他、渋谷村出土という三角円派分体新獣教も知られるが、こちらも経緯等の詳細は明らかでない。この鏡は現在は、 京都国立博物館に所蔵されている。渋谷港山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では、第12代、慶光天皇の御捧ぎに事情している。慶光天皇の御捧ぎについて、古事記では、山部の道上の所在とあり、日本書記では、山部道上寮とある。演儀式書寮領では、遠寮の山部道上領として記載され、大和国上上郡の所在で、 町域は、東西二町、南北二町で、両古一煙を毎年当てるとする。また、正治二年の所領雑字注文には、山と渋谷と見える。その後、両の所在に関する書伝は喪失。元禄十年の江戸幕府による元禄の短領では、辻神天皇、慶光天皇いずれかの三ぎと否定され、安政二年には、江戸幕府により、辻神天皇両に、 考え定めされた後、源氏元年に、おさむが実施されたが、慶応元年のおさむの進行直前に、慶光天皇梁に改定され、その後現在まで踏襲されている。なお、考古学的には、山東県の大王母の一つとされ、初代大王母とされる、橋墓古墳からは、数代後に位置づけられる。宮内庁事情の山部道場みその倍長は、飛び地倍長三箇所。 詳細はそれぞれ次の通り、原点出展上の山古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。